あ、帰り近。俺電車乗ってて、京浜東北線の大宮行き乗ってたんだけど、俺の座ってる前に、ちょっと構図説明すると、俺はこの長い席の真ん中ら辺に座ってて、俺の向かいの長い席、まあ長い席2個こう、1個通路挟んであるわけだけど、向かい側の席の一番俺から見て左端のところに男性、その男性の隣に女性がいる。で、女性は泥酔してるんですよ。こうなりながらこうパカー、口ちょっとパーって開きながら寝てて、なんかちょっとこう T シャツ系の薄い感じの上着に、下がショーパン、短いショーパンみたいなの入ってたんだよ。で、横に男性がいて、で、俺上野から乗ったんだけど、バッチリ目覚めて起きてたんだよ。だけど、最初その男の人立ってたの。目覚めて立ってたんだけど、寝てる女の人の横に座ってた人が、乗客が降りたから、その空いた席にその立ってた男性が座ったんだよ。で、座ったんだけど、なんか、こう、普通さ、痴漢とかに間違えたくないから、こう腕組んだりとかさ、こう手膝の上に置いたりしてんだけど、急に座ってからこうやってなんか寝始めて、で、ピコピコってこう、ちょっと目開けんの途中にちょこちょこって。だから寝てんのか寝てないのかよくわからないんだけど、手の位置が普通こうするじゃん、男って。だけど、わざとなんか手を下にこうやってやって、女性の太ももの、これが太ももとするとこういう感じにして、なんかこんなような感じにやってんだよ。自分の手の甲と指を、女性のそのショーパンから出てる足のその側面みたいなところにこうやって手をずっと当ててるんで、こうコスコスこういう感じで、でこうやって手上に上げて、またここで腕組んでみたら、またほぐしてこう手やって、こういう感じをこう繰り返してるんですよ、ずっとこうやってこういう感じで。でそれプラスだんだんこう、この女性もこうやって寝てたけど、女性のこの胸のらへんところにわざわざこうくるーみたいな感じでこう船漕ぎするのよね。そんな寝落ち仕方せえへんやん。で、ふーとかって目覚めたんだけど、俺じーっと見てやってるから、向こうもこっちの方見てんの。で、俺が北浦和で降りるんだけど、降りるときも、俺が降りるってなった瞬間、こっちすげー見てきたの。そう。なわけないじゃん、寝てたくせに。で、俺が立ち上がった瞬間、こっち俺見てきたから、こいつ多分確信犯で、わざとやってるな。でも俺は断定はできないから、それ証拠って言って写真も撮れないし、いや、動画撮るなら注意すべきじゃん。俺は、痴漢系の動画ネットでいっぱい見るけど、で、あんた注意したのって話なんだよ。撮ったところでなんですよ。あんなもん。言ったって撮ってる方だって盗撮なんだから、俺あんな動画撮るんだったら俺は直接言うべきだと思ってるから、俺動画撮る気はないの。そう。撮ったって何も自分ができなかったら格好悪いし、意味ないじゃん、そんなの。現場を抑えたところで動画の。どうなるのって話じゃん。だから、俺も、撮ろうにも、やっぱ断定はできないし 100%、 これどうしたらいいかなと思ったから、立った時に男こっち見てきたから、あ、こいつ可能性高いなと思ったから、その通る時もちょっと膨らみながら、その二人が座ってる前のところで俺足ドーンっていって、周りから何やあいつって思われたけど、足で地団駄でドーンドーンってやったったんですよ。なんかあのウサギみたいな。そしたら音でびっくりした女の人がブワーって起きたんですよ。で起きて俺の顔見て、何こいつって見て、俺の音嫌な顔してきたけど、でもあんた触られてるよって話なんだけど、まあ俺は声はかけずに、なんて言ったってさ、怖がられてるわけじゃん、肝がられてるから俺の声なんて聞かないけど、でもその人起こしてあげればこの先の痴漢は止められるなと思ったから、そのまま俺北浦に降りたんですよ。うん、まあそれしかできんかったんやけどね。うん、いや動画とか撮ったって収まんないんだからさ。そうで、目撃とか言うけど、まあそれは本当にやってるかもわからないから、とりあえずこの先触らせないようにするしかないなと思ったから、女の人起こすのが先決じゃんか。そうだから、ドンドンって言って地団駄踏んで降りてきたんだけど、周りからやべえやつだと思われて、まあ思われるわね、周りは知らんからね。うん、まあ北浦和なんで大宮までだから、どっちにしてもあと2駅3駅なんで、まあ女性も目覚めてその後うとうとしたとしても、まああとちょっとなんで、うん、まあ何もなければいいなって感じだけど、そう、やべえやついるなと思って気持ち悪い。いやマジさ、痴漢なんかどれも痴漢でクソなんだけど、がっつり触ることのもない勇気もないやつがチロ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 指先だけで触って気色悪い、マジであんな中途半端な痴漢しやがってと思ってさ、うん、いやマジでしょうもなさすぎるでしょ、そんなもんで人生バカになってもいいんかいって話でさ、いやマジキモかった。しかも普通のサラリーマンだよ、おぎやはぎの、やはぎみたいな顔した。うん。やはぎ全然関係ないけどね。
おぎやはぎのやはぎみたいな、うん、そう、ひじでおっぱいつかれたことあるねえ。いや動画撮れっていっぱいリップ来てたけど、いや撮れないでしょそれ。だってこっちもさ、だってみんな見たら一般赤だったらいいけど、配信赤ですからね。うん、しかもネットとか今なんかそんな、いろんなやつおるしさ、うん、お前も盗撮じゃないかとか絶対言うやつおるしね。うん、でしかもそれがさ、他の見た人でさ、痴漢じゃないって判断した人からすれば、俺の勘違いで盗撮した動画ってなっちゃうじゃん。圧倒的な、100人見たら100人が痴漢だって言い切れる動画だったらまだいいけど、だから撮れないよね、こんな。そう、指先だけじゃなっていう、うん、いやーでも怪しかったな。普通手をね、女の人の足があるの分かってて触れるところにこんな風に置かないもん。こんな風にやんないし、こんな風に動かさないでしょ、寝てるくせに。寝てるのか起きてるのかどっちかせえやっつって、うん、ほぼない、ほぼ痴漢だと思うよ。普通痴漢と思われたくないから嫌だから絶対腕組むもん、男は。こんな近くにいたら女の人ちょいちょい目開けてこっち側の席見てたからね。多分俺の右側にいたサラリーマンもなんか怪しいなって目で見てたよ、その人のこと。だから多分俺と右側の人は痴漢だと思ってたと思う。うん。で俺のもう左は何も知らん顔しとったけどね。3人座っとったよ、こっち側ポンポンポンって。右側の人は多分なんかちょっと怪しいんだと思う。うん。いや変な動きだったよ、だっておかしいよ。なんか寝方とか女の人の胸の方におっとっとっとみたいな感じとかしないでしょ、わざとらしい。普通肩とかだろね。いや女の子ね、もう泥酔してた。もう口開けてパー開けながら、もうあんな感じだったから、もう相当酔っ払って 寝落ちしてる感じだったからね。女の子も女の子やけどね、あんな泥酔して一人で電車乗っちゃダメだよ。誰か付き添ってあげたりとかしないと。男とか女の子とか別の、うん、あんな状態で電車乗ってたら触ってくれと言わんばかりじゃないけど触られるよ。女も女の子でさ、触る男が悪いのは間違いないけど、あんな状態で電車乗っちゃダメだよ。露出した格好で、そのショーパンのね、ちょっとしたらほぼ足の状態でさ、うん、タクシー乗って帰ったりとかしないと。